オバケード。はい、やっていきましょう、オバケードロ。で、フェスのあの、限定キャラ、なんかイケメン男子みたいな、あの前髪をすごいワックスで頑張って作ったんだろうなっていうイケメン男子を出すためには、なんか条件があって、メルちゃんは出したんだよね。メルちゃん出して、どれだっけ？これが、はい、緑かぼちゃの中に10秒以上隠れたから、はい、30回あと6、あ、でも結構あともう6回か。これやんなきゃいけないのか。このイケメン男子をちょっと出す。6回、1試合で何回できるかだね、これ、ちょっと。いたずら広場、はい、オッケー、了解。じゃあ行きましょうか、人間。そして、メルちゃんを出したわけです。これ、メルちゃん。おー、なんか怖え、なんか怖えな、これずっとアリサ使ってたんだけど、アレス、グリは1回ぐらい使ってずっとアリサ安定だったんだけど、これメルちゃん出たわけですよ。なんか怖えな、あれ。いつの間にかアリサたちについてきていた、ちょっぴり、勝手についてきてたんか、これ。勝手についてきちゃった系なの、この子。元気があり余っていつも跳ね回ってる。あ、そうなんだ。グリみたいだね。跳ね回ってるって。じゃあ使う？ちょっと。じゃあ使うか、メルちゃん。で、ゴーシックライト。あ、いいぞ。気合入ってるね。もう全然感情がわかんない、君の。はい、来ました。ゆうや、トミー。そしてあと一人ね。あと一人。うわ、メルちゃん、なんかメルちゃん、こう見てみるとね、注意深くあまり見てなかったけど、なんかちょっと、ね、眉毛全剃りだもんね。来ました。アキコよろしくお願いします。うい、じゃあ一回目やってみましょうか。で、お化けじゃねえや。かぼちゃ、緑のかぼちゃに10秒以上隠れるの。あと6回 ?6 回必要なのか。ちょっとやだな。あの、緑のかぼちゃって隠れてたあのさ、シャンシャンシャンみたいになるやつでしょ。多分あれが10秒なのかな。あれが10秒のサインかもしんないんで、あれを6回もやんなきゃいけないの。よし、行きましょうか。はいはいはい。おー、アキコって、アキコ来て、起きたな、もうちょっと、一人かけたら終わりや。ピンチ、マジで？お、狙われてんの？狙われてないじゃん。嘘言わないでよ、ちょっとビビるから、ここいるわ、じゃあ。あれ、なんかしゃがめ、あ、なんかしゃがめ、やべ、ちょ、待って、なんかしゃがめねえんだけど、ちょっと、あれ、コントローラー壊れたかな？あー、危ねえ危ねえ、ちょっと、おい、早速もうやばい、早速もう緑のかぼちゃに隠れてやばい、すげえ、なんか歩き方、走り方すげえな、なんか。足以外動いてないもん。やばい、超ダッシュしてくる。もうお菓子箱ないんじゃないか、そこは。あ、向こう行ったか。タゲチェンしない。やべ、すげえこっち来る。タゲチェンしないな。待って。どこ、まあ、タゲチェンしないな。お菓子箱壊してダッシュしてくる。ああ、すげえダッシュしてくんじゃん。すげえダッシュしてくる。早えな。あ、これもダッシュしてきそう。いやー、これちょっと右手でやってるのよね、もう無理だったわね。牢屋にいるでしょ。牢屋にいてくれるでしょ。これ、頑張った方だと思うよ。うん、そういうことで、誰もいない。まあ、そういうもんですよ。まあ、二人はうまいこと隠れ、どこにいる？あ、そっちにいるってサイン送られたぞ、今。あ、ほら、お、緑かぼちゃのあれか？同じか？同じ条件か？これさ、緑かぼちゃって条件厳しくない？結構場所バレちゃうしさ。場所バレちゃうから。あと1分なら逃げてもらうか。あ、アキコやばいってそれ。アキコ頑張れ。アキコやばい。アキコ、ランタ使え、アキコ。トミー、アキコそれやばい。それ、アキコあとトミーがパワープレイで押せれば、アキコは助からないが2人には増やせる。さあ、これトミーはどう出るか。トミーがどれか、あ、やるな。ちゃんと時間置いてる。もやもやタイムをちゃんと熟知した上で。あ、待って。まあ、今のはちょっと不慮の事故です。おい、ちょっと待って。待って、前傾姿勢すごくない？なんか、猫背じゃない？すごい。姿勢がすごいんだけど、なんか、すごい前のめりになって歩いてる。なんか怖えよ。その姿勢でなんかすげえ笑いながら前から来たらすげえ怖いもん、そんなの。すげえなんかすごい姿勢で歩くね。ちょ、待って、全般、ゆうやって今ゆうやだった？今多分ゆうやだったよね。タケノコ、キノコ。あ、メルちゃんばっかじゃん。リオ姫。よろしくお願いします。はい、じゃあやっていきましょう。で、2回目ですよ。2回目。で、1回目さ、
緑のかぼちゃ一回も隠れてないよね。ずっと追われてたから結局なんか一回も隠れずに緑のかぼちゃのミッションがこなせなかった。緑のかぼちゃ、いやこれこなしてる場合じゃないよね。もうこなしてたら負けるもん。もうだってこの緑のかぼちゃ場所を教えてくるからさ、シャンシャンシャンみたいな、シャンシャンシャンみたいなやってくるわけじゃん。こうやってここに隠れますよ。じゃあ例えばね、例えばここに隠れてどこにいる、さっきのさっきの羊、えバレてんの、ここでシャンシャンシャン、まずいな。あー、なんでバレてんだよ、なんでバレてんのかしら。これもう一回も隠れらんないんだけど、一回ピンチなのは私ね、ピンチなのは私です、ピンチって、ピンチなのは私です。ほら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 、もうピンチ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 、ローヤーゴーっつっとこ、ローヤーゴー、はっ、もうさっきと同じじゃんこれ、さっき見たよこれ、さっき見たって、さっき見たのよこの、この描写さっき見たのよ、さっき見たのよこの描写。今のはターンミスったら、ローヤーゴーって一回だけ言ったから、ちょっといてくれるんじゃないこれ、いてくれるんじゃない、いない、ナッシングですねこれ。いやローヤー、おーさー、手遅れて、ローヤーゴー、なんだ君ら、君ら私、違う違う、ローヤイゴーはそういう意味じゃない、そういう意味で、私はピンチだったからローヤイゴーっつって、そういうね、そういう遊びじゃない、遊びじゃない、え、やるやる、ちゃんとサイン送ったつもりだった、やる、リオ姫やるな、スタン時間長めだもんね、ありがとうリオ姫、助かったわ。全員メルちゃんだからな、見分けつきづらい、髪の毛の色が違うと言ってもさ、全然、やべ引っかかってる、すげえ引っかかんだよなここ、ここ引っかかるよね。いやグリーンかもしれない、あ、リオ姫多分追われてんじゃないかな、リオ姫が今多分狙われてるんじゃないか。ちょっとこういうやってる場合じゃないんだよな。あ、リオ姫追われてないのか、やるな、リオ姫やるな、ちょシャンシャンシャンで、これで1回目ね、これで1回、はい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 、やばいやばいやばい、はいやばい、こんなん不利でしょ、もうこんなんやっちゃダメだってマジで。あー、ほらバレたじゃん、ほらこんな、こんなさ、こんな課題ダメだって、こんな課題ありえないでしょ、あこんな、ちょっとさ、あの制作側がさ、制作会社の方が、このゲームの、このゲームの制作会社の方が、あのスタンプで、あのハンスだっけ、イケメンのやつ、あれを出すために、緑のかぼちゃに10秒以上隠れるの30回にしませんか、誰か提案したんでしょこれ、誰か提案したはずなんで、これ係長あたりが、バレてるタケノコキノコ、それは係長あたりが言ったで、なんか誰か止めなかったの、だって不利じゃん、こう不利すぎない、だって不利だしさ、こんなことやってたら、あ、やばいやばい、リオ姫リオ姫、それやばいそれやばい、リオ姫、あ、モヤモヤタイム、やる、モヤモヤタイムが長めなんだな、やった、リオ姫ありがとう。あー、タケノコキノコは助けらんないよな、あれランタン使っても多分無理なぐらいだったから、ちょっとね、さすがに無理には使わない、今回に関しては無理には使わない。ヘルプ、待ってろ待ってろ待ってろ、このシャンシャン、あー、もう来てるし来てるし、もうやだもうやだもうやだ、私もうやだ。でこれさ、緑のかぼちゃに誰か止めなかったの、この提案だって、これ味方にも迷惑かけるじゃん、これ一人やり始めたら味方にも迷惑かける可能性あるじゃないですか、これ誰、新卒の人とか止めなかったの、これ新卒の社員が、うわその条件ちょっと厳しいけどなんか言えないしなみたいな、新卒だし上の人が言ってる意見になんか立てつくの無理だしみたいになってたのかな。で誰か止めてよ、緑のかぼちゃ、なんかお化けで15回プレイするとか純粋でいいじゃない、もうそう、緑のかぼちゃ30回、しかも10秒ね、30回、あーもうさすが、ちょっとさすが誰よその設定者、誰それ、係長あたりよ、どうせ係長あたりで、あ逃げて、あと12秒逃げて、あそこにいるな、で、あ探してる、いける、逃げ切れるぞ、めちゃくちゃ橋を渡ってる、いけるぞ逃げ切った逃げ切った、普通に牢屋に来られないときついよね、確かにね、これお化け側としては全然牢屋来ないんかいっていうね、やっぱしょうがないんだけど、こればっかりはね、よし、だから姿勢すげえな、だから3回目ね、じゃあ3回目、まだ1回しか緑のかぼちゃ隠れてないんだよ、これなんだ、どういう設定、ね、早い、唐揚げ秋ララシュワラ、よろしくお願いします。はい、じゃあ3回目やっていきましょうか、3回まだあと緑のかぼちゃに5回隠れなきゃいけないのか、無理、今日中というか今回無理なんじゃないかな、これ純粋にただゲームしてるだけになっちゃうな。ただこの子はこれ有利なお化けじゃないよね、なんか稲妻みたいな入れ墨のあのタトゥーシールが貼ってないから、腕の肩のとこに、あれただの狼だよね、あいつただの狼だな。よし、ララ動いてるな、私ここ、あら、ちょっと同じとこ、同じことも、同じとこもカウントされんのこれ、
え、どこいる？これウルフ来ちゃうからさ、ウルフ来ちゃうからさ、え、初、これ10秒でいいんだよね、これ10秒ってことでいいんだよね。じゃあ私ここ、じゃあ私ここ、唐揚げ、唐揚げなんだ唐揚げ、あ、バレてるバレてる、これ絶対バレる、絶対唐揚げ、唐揚げバレるよこれ、シャンシャンシャンでバレるからな。先行くよ、先行くぞ、おい唐揚げ待って待って、じゃあ私ここ、いや違うんだよ、順調にミッションこなしてんじゃないよ、順調に私たちはミッションをこなして、あとこれ3回でしょ、で何回で、あとこれこれ、あ、オッケー、3回、あと2回か、ここ、私ここ、唐揚げ、唐揚げ、いや来てる来てる、ついに来たよついに来たよ、これついに来たぞ、いやバレてない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 、よし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 、1個1個1個、唐揚げ行くぞ、唐揚げ行くぞ、私ここ、いやちょっともう1個、もう1個先行かない、唐揚げ、お唐揚げすげえ本当についてくんだろ、私ここ、唐揚げなんで同じとこに、なんで同じついてくんだよ、なんでついてくんだよ、すげえすり寄ってくんじゃん、え、これあとあと1回、ちょっと待って、あーやばい、これこれ距離的にやばいぞ、唐揚げ、唐揚げダッシュしよう、ダッシュしよう、待っててあげるから、待っててあげるから、ダッシュしよう、ダッシュしよう、とりあえず逃げよう、あれから、あのウルフからとりあえず逃げよう、やばいやばいやばい、唐揚げ大丈夫か、唐揚げ大丈夫か、いける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 、早い、唐揚げ大丈夫か、いけるいけるやばいやばい、来てる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 、唐揚げ来てる、来てるぞ唐揚げ、唐揚げやばい、唐揚げそろそろやばいぞ、そろそろやばい、唐揚げ逃げろ、唐揚げ逃げろ、いけー唐揚げ、いけー唐揚げ、いけー、逃げろ唐揚げ、唐揚げ逃げろ、唐揚げ何これ、あと、あと一回、あと、え、もう足したっけ、条件、やべ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 、あ、詰まった、あ、唐揚げにタゲチェンしたか、唐揚げ、唐揚げ、あとは任したぞ、唐揚げ、ララララいたのか、ララそんなとこに、牢屋で、あ、唐揚げ、唐揚げ、何逃れた、これで私条件満たしたんじゃない、これで、はい来た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 、これで、これでもう前髪男子出るんじゃない、こんなさ、こんな苦労して前髪男子出すけどさ、あー唐揚げ、こんな苦労して前髪男子出したはいいものの、多分使わないんだよな、あの前髪男子多分使わないんだよな、なんか使う気がしない、多分、ちょっと待って、ララ大丈夫か、待って様子見よう、あと30何秒でしょ、助けに行く、もういいとこ今回見してないから、条件も満たして最後助けに行って、あ、やばい、ララやる、ララよくやったララ、うわーうわー、どりゃー、唐揚げ助けに来たぞ、唐揚げ、もう今日唐揚げしか守ってないから、もう全ては唐揚げのために、もう全ては唐揚げ、もう全ては唐揚げ、なんだ全ては唐揚げ、どこ行った、追われてんのか、あ、ララが追われてる、ララが、え、違う、ララ追われてない、お、ララが追われてる、わ、ランタンねえしな、唐揚げランタン私ないしな、ランタンないしな、あー、ララー、ララが、ちょっと待って、スイッチもう押せないから、スイッチが押せないんでしょ、時間的に、ちょっと時間的にスイッチ押せないんで、ちょっとどうしようかな、これもう秒数ねえわ、秒数ねえ、ちょっとサムネを、サムネを欲しい、最後に、いや、サムネ、サムネ用とかやってる場合じゃ、あー、かわいい